コーヒーさくらの大西です。今日は、こちらの電動コーヒーミルのミルッコの、粉の飛散の防止のアダプター、パウダーコレクターのお話をさせていただきたいと思います。こちらの発売しまして色が、このブラック一色だったんですけども、今回ですね、ちょっと制作者の方からこういうものを送ってくださって、これちょっとアイボリーなんですけど、ちょっとまだ発売というわけではないんですけど、こういうカラーも、作られました。で、つけた感じはというと、よいしょ、こんな感じになります。ここにですね、白なので、コーヒーの粉が、ついているかどうかっていうのはよく確認はできると思います。あと、バランス的に、白にが合う、ミルッコもありますので、そちらにはちょうどいいのかもしれません。ちょっと発売はですね、ちょっとどうしようかちょっと今迷っているところですけども、ちょっと在庫の問題もありますので、ちょっと一応こういうものも、今作られていますということのご紹介をさせていただきます。今日は、ミルッコのパウダーコレクターの新色のお話をさせていただきました。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。